はい、皆さん毎度毎度。まあちょっとね、病気の蔓延でね、売り上げが本当に低迷してるね、美容業、理髪店もね。これね、政府が悪いって思うかもしんないけど、政府がさ、なんか悪いことやった？コロナが悪いことしてんだよね。それに対しての対策？対策が遅いから病気が流行ったからこういう事態になったって。じゃあ対策早くしたからったって。言うこと聞かないやついっぱいいるからね。病気が流行り出したのが3月の下旬だよね。で、3月の上旬にもう休業要請してね、お客さんが来てるのにね、お店にね、ガンガンね。それで休業要請すれば、ここまで流行んなかったと思うけど、あくまでも要請だからね、強制力ないからね。そんなの気にしないでやっぱり営業するわけよ。だから、こうやって流行っちゃうわけでしょ。で、東京都なんかさ、居酒屋が休業要請出して、それに応じたら、協力金もらえんでしょ。美容業なんかそんなのないからね、もらえないからね。ひがみで言わせてもらったらさ、なんでもらえんのよ、お前らだけってことになっちゃうよね。美容業だって被害受けてんだからね。ねえ、美容業の感覚で言わせてもらうとね、じゃあ、居酒屋ね、要請だから開ければいいのよ。だったらもう、スタッフの給料が払えねえだの、減ったくれだの言ったるんだったら、夜中をさ、朝まで営業すりゃいいのよ。お客さんどうせ来やしねえんだから。美容業なんか要請されてなくたってお客さん来ないんだからね。だから休業要請を受けてね、休業した方が得なのかね。お金もらってね、本当に休業した方が得なのかね。営業した方が得なのか、どっちか考えてみたらいいのよ。営業した方が得なら営業した方がいいんじゃないの。あと、家賃とかにかかるさ、大家さんにかかる税金ってのは 50% なんだよね。100万円の家賃のお店だったら50万円税金持ってかれるわけでしょ。だったらそのさ、家賃の 50% の税金を免除してあげれば、我々の家賃払うのが半分になるわけよ。あと正社員のね、社会保険なんかもね、マジで1ヶ月分ぐらい払わなくてもどうってことねえだろ税金。あんなのね、社会保険なんか集めてね、どっかで無駄なことやってんだから、そっちで切り詰めてね、1ヶ月分、今年1年は12分の11で計算してさ、なんとかやりくりしろと、社員の給料減らして、みんなが痛み分けしねえとさ。中途半端にさ、休業さ、保証だっけ。うん、そんなの出すからさ、店主がさ、調子に乗って金欲しくてさ、なんか画策してさ、ああでね、こうでねって騒ぐのよ。で、美容業なんか要請されてないからさ、休業保証なんかもらえないでしょ。だからね、美容業でさ、要請を受けて、我々の業種だったら本当要請を受けてね、休める店ってのは相当体力あるよね、お金的に、現金的に。キャッシュフロー持ってるってことだよね。で、我々は金がないからもうさ、休業要請来たってやるしかないもん。もう細々と。もうほんと日銭に2000円でも3000円でも稼いでいかないとね。だから中途半端に休業補償をやるからさ、調子乗ってね、もらえる店っていうのは。少しでもさ、たくさん欲しいからさ、騒いでんじゃねえかなと思う。そういうな感じがするよね。だからね、時短を求めるなら保証とセットであるべきだ。だって要請なんだから時短しなきゃいいんだよ。やって稼げっての。だって店開けたってお客さん来ねえから。それこそ本当に言葉の手品でね、少しでもさ、お金さ、政府からもらおうってね、ただでもらえるお金だったらいくらでももらう。だったらもう言葉を積み上げといてね、あの国を脅かして金をもらおうなんて、な、本当は見え見えのような気がするよ。我々なんかねえんだから。パーマはね、ペルシェの FH だね、チオグリコール酸系ね。で、14ミリから巻いてね、トップは上の方13ミリで巻いてね。フェルシェの FH はね、基本健康毛用のパーマ液かな。まあ、毛染めしてる人に使うときはよく注意してね、時間短くしてテストタイムをね、と、テストをね、よく見てね。こういうのもね、うちらはもうこのお客さん慣れてから14ミリで巻いてるけどね、初めてこういう方をかけるような場合はね、本当に1本だけ、遠ミリとかはね、本当1本だけ、1桁、細いロットで半分ぐらいの細さで巻いておくといいよね。何回も言ってるけどね。はい、お疲れ様でした。